こんにちは、アンゴロです。今回の話題はこれです。上場発表直後の即買い作戦は有効なのか。作戦を練ろうに回答します。ニュース、同時コインのライバル柴犬コインが高騰。コインベースが上場を発表。柴犬コインシリーズキープの価格が高騰している。コインベースがこれらを同社のプロ向けプラットフォームコインベースプロに上場すると発表したためだ。柴犬コインは過去24時間で約 31%、 シリーズは約 18%、 キープは約 14% 上昇した。暗号資産の取引所の数は海外も含めるととてもたくさんあって、取引所によって扱っているコインの種類が異なります。どんなコインでも何でもすぐに上場させる取引所があれば、厳しい審査をして将来性のあるコインでなければ上場させない取引所など、上場基準は様々です。ユーザーから高い信頼を得ている大手取引所は厳しい審査をしてからコインを上場することが多く、大手取引所が新しいコインの上場を発表するとコイン自体の信頼性が増すと同時に、話題によって価格が高騰することがよくあります。そして昨日コインベースプロが柴犬コイン、シリーズ、キープの上場を発表して、それらのコインが急騰しました。コインベースはアメリカ最大の暗号資産取引所で、取引所ランキングは世界2位、セキュリティが高く機関投資家の利用者の割合が最も多い取引所です。そのコインベースが提供する取引所がコインベースプロです。コインベースは審査が厳しいため、現在上場しているコインの種類は大手取引所の中でも少ない方です。そのためコインベースプロがコインの上場を発表すると、信頼できるコイン、将来性があるコインのようなイメージになり、話題とともにコインが爆上げします。この事象はご祝儀上げとも呼ばれています。そこで大手取引所が上場を発表したら、ご祝儀上げが起きる前に速攻でそのコインを買えばノーリスクで稼げるのではないかに答えるのが今回の話です。コインベースは6月16日に芝トークン、シリーズ、キープの上場を発表し、その前日にはポルガドットの上場も発表しています。まずは上場ツイート前後のチャートを確認します。チャート、これはポルガドットの1時間足チャートです。コインベースが上場を発表したのは6月15日の午前1時台。午前1時の始めは 23.0 ドル。上場発表によって出来高が急増し、5月以来の大きな出来高をつけた後も上昇が続き、8時に高値 26.0 ドルをつけました。1時の始め値から8時の高値までの上昇率は 13% アップ。もし1000万円落としたら1130万円になって最大130万円の利益です。チャート、これは柴犬コインの1時間足チャートです。小数点以下の桁数が多くて読みづらいので、小数点以下8桁目を1桁目として読みます。上場ツイートがされたのは6月16日の1時台。1時の始めには729。2時に今年最大の出来高をつけて急騰し、高値988までありました。1時の始め値から高値まで 35.5% アップ。もし1000万円落としたら、1355万円になって最大355万円の利益です。チャート、これはシリーズの1時間足チャートです。上場ツイートがされたのは6月16日の1時台。1時の始めは 0.280 ドル。上場ツイート直後に出来高が急増して高値 0.340 ドルまで上昇しました。1時の始め値から高値まで 21.4% アップ。もし1000万円を投資したら1214万円になって最大214万円の利益です。チャート、これはキープネットワークの1時間足チャートです。上場ツイートがされたのは6月16日の1時台。1時の始め値は 0.590 ドル。2時に今年最大の出来高をつけて 0.650 ドルまでありました。1時の始め値から高値まで 10.1% アップ。キープネットワークは11日から上昇トレンドが続いていて、上場発表では価格はあまり反応しませんでした。このように最近コインベースの上場が発表されたコインは上場発表から 10% から 30% 価格を上げたので、上場発表直後に買ってある程度上がったら売ればリスクなしで稼げるように見えます。
以上作に上場発表直後の即買い作戦は有効なのかに回答すると、それは人間的に無理と予想します。理由を説明します。先ほどは1時間足で確認したので、1分足でできるだけ細かく発表後の値動きを確認します。チャート、これはポルカドットの1分足チャートです。コインベースが上場発表をツイートしたのは午前1時57分で、その時の始めは 23.8 ドル、上場ツイート後から1分以内に 24.8 ドル、1分後に 24.9 ドルまで上昇しました。上場ツイート後に一番出来高が増えたのは上場ツイートをした1分後までです。なので、もし上場ツイートが出た途端、ご祝儀上げを狙ってツイートから数分以内に速攻で買ったとしたら、最高 24.9 ドルで買ったことになります。チャート、これはポルカドットの1時間足跡です。購入価格はツイート直後の 24.9 ドルとして、その後一旦購入価格終わった後、8時に 26.0 ドルまで上昇しました。購入価格から 4.4% の含み益。しかし、その後は下落基調が続き、上場ツイート直前の価格が終わった後は下落が加速して、安値 22.4 ドルまで下がりました。購入価格から 10% の含み損です。次、チャート。これはチリーズの1分足チャートです。コインベースが上場を発表したのは午前1時58分で、その時の始めは 0.315 ドル。上場ツイート後の1分以内に 0.338 ドル、1分後に 0.340 ドルまで上がりました。そのため、もし上場ツイート直後にご祝儀上げを狙って数分以内で速攻で買ったとしたら、最高 0.340 ドルで買ったことになります。次に、上場ツイートより前の値動きと出来高を見てみると、上場ツイートの45分くらい前の1時14分から出来高が大きく増え始め、価格が高騰しています。この理由は公式サイトの発表がツイートよりもだいぶ前に発表されたのか、それともプロジェクトが事前に予告をしたのかなど、さらに突っ込んで調べてみないとわかりませんが、上場の情報がリークして先行で上げた可能性もあります。チャート、これはチリーズの1時間足チャートです。購入価格が 0.340 ドルとして、上場ツイート直前の価格を割ってから 0.368 ドルまで上昇しました。購入価格から 8.2% の含み益。しかし、その後購入価格を割って 0.320 ドルまで下がっています。購入価格からマイナス 5.8% の含み損です。チャート、これはキープの1分足チャートです。上場ツイートがされた時刻の始めは 0.598 ドル。1分後に 0.620 ドルまで上がりました。40分後の高値は 0.650 ドル。チャート、これはキープの1時間足跡です。購入価格を 0.620 として、40分後に 0.650 まで上がりました。購入価格から 4.8% の含み益。しかし、その後購入価格を大幅に割って 0.495 ドルまで下がっています。購入価格から 20.1% の含み損。チャート、これは柴犬コインの1分足跡です。上場ツイートがされた時刻の始めは753、1分後に795までありました。その後も価格の上昇は続き、17分後に高値988をつけました。チャート、購入価格を795として、高値は988なので、購入価格から最大 24% の含み益。その後下落しましたが、購入価格はまだ割っていません。以上が上場発表後の値動きです。結果からわかることは、上場発表後の2分後までに素早く買ったとしても、ガチをしていたら含み損になったことが多かったことです。もちろん長期目線ではこの後価格が上がっていく可能性は十分ありますが、ご祝儀上げを狙ってリスクを抑えながら短期で利益を得るという観点では、上場発表のツイートやニュースや他の人の上場の話を聞いて急いで買っても遅いという結論になります。つまり、人間的に無理。ではどうすればいいのかを考えると、やるなら公式サイトのアナウンス一覧をプログラムに関しさせて、上場発表を検知したらそのまま API を通して自動発注し、
数パーセント上がったら自動で利確をする流れになるかと思いますが、上場ツイートの瞬間に価格が吹き上げている声が多いことからも、それを知る個人や企業はすでにたくさんいそうです。上場発表を検知して価格への影響を瞬時に判断して自動発注する AI があるといいね。そんな自動発注システムが30万円前後で販売されていたら詐欺を警戒です。ご祝儀あげ、飛んで火にいる稲子たち。以上、上場発表直後の即買い作戦は有効なのか、作戦を練ろうの回答でした。アンドローブログのチェックも忘れずに。アンドロクジ、まもなく最終抽選会。アンドロクジの最終抽選会は、抽選番号とビットコインの割れ値が一番近い人に10万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。今までくじを引いた回数が上位の人が最終抽選会に参加できます。ただいま準備中なので、もうしばらくお待ちください。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。飛び渡る3号車を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。